イカヒコ深夜便、こんばんは、ナビゲーターの酒井です。本日はお弁当についてお話ししていきたいと思います。はい、はい、うん、お弁当を始めて、もう何ヶ月か経ちましたけど、うん、どのぐらい経ったかな、5、6、7、8、3ヶ月ぐらいは経ったかね。うん、どうですか。やっぱりね、これお弁当を始めたのは今思えばね、はい、酒井と喋ったラジオがきっかけみたいな気がするね。あ、そうですか。うん、ほら、なんだっけ、アイスクリームですか、じゃなくてアイスクリームだったっけ、注文で作るっていうのは、そうです、アラミニュット。アラミニュット。あ、そうそう、アラミニュット、はい、アラミニュットっていうものがやっぱり大事だと、うん、いうふうに僕らずっとこだわってたけど、はい、それをテイクアウトにするっていうことになるなら、やっぱりそれはそういうやり方がある、うんうん、でだけどそれにはやっぱりアラミニュット的なテイクアウト。なるほど、うん、だから食べる人の顔が分かる、作ってる人のことも分かっているっていうような関係のテイクアウトならアラミニュット的テイクアウト。ああ、そうですね、うん、だからテイクアウトって多分2つ、いや多分テイクアウトの弊害ってもともとお弁当って日本の文化でしょ、はい、台湾なんか行くとお弁当って日本人から教わってお弁当ってあるっていうからね、はい、だからお弁当っていうものそのものはトラディショナルな日本人が持っている、はい、まあなんて言うんだろう、その機能強じゃない、はい、強いものがあると思うんだけど、はい、今のお弁当っていうものからこう醸し出されるのは匿名性だと思うわけね。あ、なるほど、はいはいはい、どこの誰が作ったものかわからないものを、 どこの誰が作ったかわからないものをどこの誰かが食べるっていうものがお弁当でしょっていう、だからお母さんのお弁当とかっていう風にさ、はい、すごくその具体的な何かを特定しないと、はい、コンビニ弁当なんていうのはさ、もう匿名性の抑えたらものだから、はい、だから僕らはなんか飲食店をやってる中で特に僕はそのテレビを元から、はい、そのテレビから始めてるからね、はい、テレビも、うん、テレビがマスメディアだとしたらカフェもスモールメディアだというつもりでやっていたから、はいはい、どっか匿名性っていうものをすごく意識してるわけよ、はいはい、だからその、まあ、逆に言うとその例えば田舎とかものすごくこうなんていうのかな、逆にその実名性が高すぎるようなコミュニティの弊害っていうか、はい、息苦しさみたいなものからすると、うんうん、なんかその匿名性の、うん、自由さっていうのはあると思うけど、はい、それがちょっと行き過ぎちゃって、もうどこの誰だか食べるかわからない、うんうん、ということはちょっとでもクレームがあることを恐れて、なるほど、何ちょっとさ、その、なんだ、製造年月日のラベルがちょっと版がずれちゃったから、うんうん、全部回収するとかさ、はい、関係ないよね本質と、はいはい、でもそういうことを気にする人がいるっていう匿名性に対しての、うん、マスクと一緒ですよね、うん、っていうのがあるから、もうとにかくもう一番ちょっとでも誰かが言う何かを言うっていうことをすごくそのシステマチックにしちゃってるっていうものが、うん、まあ東京渋谷のお弁当だとすればよ、はい、僕らがお弁当っていうものはなるべくその相手が見えるものと思って、うん、まあやってるよ3ヶ月4ヶ月、うんうん、でこれはなんか面白いことに、うん、続けてて嫌じゃないんだよ、うん、なんでかって言ったら自由だからなるほど、自由な創作だから、はいはい、
ところがあのお弁当、まあ確かに緊急事態宣言とかあのと、はい、時はまあ平日なんかでもねみんな会社に行かなかったりするから、うんうん、まあ10人ぐらい10人ちょっとぐらいは毎日毎日注文入ったけど、うん、あれが終わったらもう今だとね1人とか。あ、そうですか。うん、へえ。まあ最近ね新しく1人をおじさまがね、はい、参加させていただいてるので、うん、2人とか、うん、だからこの2人のためにやってるっていうか、まあ、2人しか参加してないものを、うんまあ、継続していくっていうのってね、うん、面白いね。事業としてはさそれはそれ失敗なやつでしょ、うんうんうん、っていうことになると思うんだけど、うん、やってる本人は気が悪い気がしてないし、なるほど。で実際まあその頼んでくれてる2人がね、うん、まあまたその奇特な人だね毎日感想が届くわけよ。あ、食べた感想はね毎日買ってくれてる上に、そう感想までつけてくれる、毎日買ってくれてる上に毎日感想があってね、うん、すごいっすね。そのこの辺に勤めてる方ってことですか。そう、1人はねこの辺にいてね、うん、その最近参加してくれてるそのおじさまがね、うん、あの注文してくれるともうスタッフがね、うん、どよめいて、あ、喜ぶわけ、はい、あ、また注文してくれたなんつって、はい、でねその人に俺直接その今チャットでね、はい、そのお弁当クラブはチャットでやってるから、はい、チャットに参加してくれた人たちだけがお弁当を頼めるってシステムになってるから、うん、はい、書いたわけよ、いつもね、うん、その人がね、うん、今日の究極のベジサンドパンも美味しくいただきました、ごちそうさまでした、直前の急な雨もあってか店内はお客さんいらずちょっとびっくりでしたとかって感想が来るわけよ、はい、で、あ、いつもありがとうございますと、何々さんから注文が入るとスタッフの女の子たちが少し嬉しそうなのはなぜなんでしょうかって僕は投げかけたら、うんうん、え、そうなんですか、ありがとうございます、いつもスタッフの皆様の優しい対応に感謝しております、店のカラー的に弁当買いに来るおっさんがレアキャラなんでしょうか、汗、お小遣い配ったりとかはしてませんからね笑い、引き続きマイペースでよろしくお願いしますとかって、ね、こうコミュニケーションができるわけよ、はいはい、かと思えばね毎日買ってくれる人は、はいはい、フレッシュトマト、爽やかなセロリ、まろやかアボカド、ピーマンの苦みがアクセントに、硬いバゲットを噛みちぎるところはあんまり人に見られたくないか顔ですが、お店にはほとんど人がいないので大丈夫でしたって、いや大丈夫じゃないから、そしてなぜかこの写真を立って撮ってることに後から気づきました笑いとかってね、うん、なんていうの、このコミュニケーションができてるわけよ、うん、なるほど。でたかが2人だよ、だからこんなものさ、うんうん、なんていうんだろうね、だけどほらいつもやってることが先進的すぎて、はい、世の中がついてきてないから、うんうんうん、あのこれもねあのご多分に漏れず、はい、でもねやっぱりお客さんとっていうか人と人とのコミュニケーションするツールにお弁当っていうのはさ、うん、とてもなるなと思って、うん、そうですね、それは結構一つの交換日記みたいなものじゃない、うんうんうん、確かに、うん、だからそれはねすごくいいなっていうふうに今思ってるんだけどね、うん、まあその会員みたいにしてるからでしょうね、うん、多分実なんでしょう、普通に来てるお客さんの中にも、うん、まあ、何かのメニューを通して、うん、もしかしたらこう感想を書きたい人もね、うん、いるのかもしれないですけど、そうね、うん、でもねこの前ねまたそのお弁当クラブの人がね、うん、いいことを書いてくれて、うん、ねどれだっけな、今までずっとねここに来て豆彦のものは大した頼んでなかったと、ほらここを仕事場代わりに使ってたから、はいはい、そうだ、プレイス的にね、そう、うん、お茶を飲む場所だなと思っていた人が、はいはい、まあその珍しく注文をね、そのお弁当クラブに入ってくれて、はい、でまあお弁当、まあ足しげく、その緊急事態宣言の時は頼んでくれた人がいたんだけど、はい、今はほら、まあ、少しやっぱりほとぼりが冷めて最近注文が入ってなかったんですよ。
でその人がね久しぶりに、前日の6時までに翌日のお弁当の発注をするという予定がなかなか立てずお弁当を食べ損ね、皆さんのお弁当写真を羨ましく眺めております。初めて食べたベーコンサンドが美味しすぎて、改めてカフェメニューすべてにお弁当と同じ精神が込められているのだなと感激したので投稿してしまいました。シンプルの極み、最高、ごちそうさまでした。だからそうか、そういう風にお弁当で初めて豆彦の食べ物を なんかすごいシンプルだけど、うん、なんか細かな注文にも応えてくれるし、この人はご飯がダメだっていう人だから、うんうんうん、この人のためにパスタやったり、はい、この人のためにそのご飯をちょっと少なめにしてみたりっていうことをしてた人なんですよ。でだからなかなかお弁当はもう頼めなくなったけど、まあ豆彦に来て初めてベーコンサンドって食べてみたら、お弁当と同じ精神が流れてるじゃない、通常のスタンダードメニューにっていう投稿があってね、はいはい、うん、いいねがいっぱいついたんだけどね、うん、どうでしょう、まあ、面白いですね。そう、普通逆じゃないですか。普通逆だって弁当の方が、うん、もしかしたら手抜きになる可能性があるじゃないですか。そうだね、うん、で、うん、その弁当と同じスピリットが店にあったんだって当たり前だそうちょっと思うんだけど、そうなるほど。でもそういう風に感じるっていう、うん、弁当からね、弁当から面白いですねそれ。だから弁当を食べて、弁当なんか全然だって通常メニューとはもうおよそかけ離れてて、うんうんうん、焼き魚となんか煮物と、はい、ね、野菜の茹でたのと玄米ととかってなってるのに、はいはい、それを食べて、うん、実にシンプルでこんなお弁当はなかなかないねなんて言ってた人がさ、うん、あーお弁当はもう頼めなくなったけど豆彦のメニューって頼んでみるかと思ったら、何これってね、同じ精神じゃないかって。いやこれはね、うん、すごい発見ですね。そういう人いっぱいそうですね。だからね、すごいそういう人っていると思うんだよ、うん、ただ、うん、それもまああのなんかお通しとか取ってた時あるじゃないですか、うんうんうん、その時って、うん、まあその場所の方を大事にするっていう、まあ、コンセプトじゃないですか、うんうん、そうだね、だからまあそういう人がいても別にいいとは思うんですけど、うんうんうん、そうだねすごい面白い話ですよね、でもね、うん、ああそうか、だからね、うん、そのいやなんかこの前もねニュースに出てたんだけど、コロナ後ね、うんうん、もう飲食店がもう生き残りのために、うん、なんていうのかな、要はカフェとかっていう業態とか、うん、もう難しいと、はい、だから空間にお金を払うっていうことがもうますます難しくなって、うん、まあそれは行っちゃいけないとか、うん、あの知らない人とこう密になっちゃダメだとかっていうことだからだけどね、だからものすごくみんな業態変更みたいな、はい、だからうちなんかでも唐揚げカフェにするとかね、あ、うん、あ、なんかそういうことでしょ。だからでその唐揚げが売りで、だから唐揚げのテイクアウトをしそういうこと、ね、に来るとか、はいはい、うん、まあまあわかんないけどその、まあ、ちょっとコーヒー飲むけど、まあ主たるは唐揚げなんだと、うん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 、っていうようなことで、まあそのだから人と関わるとか接待するようなものもすごく、うん、あの目の敵にされてるじゃない、はい、水商売でもね、うん、だから人と人と関わるっていうコミュニケーションみたいなものはもう今はもうとってもとっても危険で危ないからやめましょうっていう風になっていて、うん、で実際そんなものをまあみんな真に受けてるのかどうか知らないけど、実際売り上げはもう緊急事態宣言以降そんなに戻ってないからね、はい、となるともうこれはなんていうの、みんなの人の生活習慣が変わって、うん、もうこれからは唐揚げカフェ、うん、キムチカフェ、うん、餃子カフェ、キムチカフェ、まあまあラーメンカフェっていう、あ、まあ、はいはい、なんかカフェっていうものはの前に一個なんか、なるほどね、うん、何でもつけれますしね、何でもつける食べ物の目的にするっていうような意味合いをつけないとやっていけないんだっていう風に世の中的にはなってるよね、うんうん、でも
まあ、そういう側面がそれは数年前から感じていたよ、うちも、うんうんうん、だけどね、うちはやっぱ何でも早いから、うんうん、何年か前、もう今から5年ぐらい前かな、5年ぐらい前に、うん、豆彦もね食事をすごく力入れた時あんのよ。かあの豆彦でですか？豆彦で、うん、あの全店にスチームコンベクションオーブンを1台100万以上するやつを、はいはい、あの当時4店舗やってたから 4台買ってね、うんうん、すごい導入した時期があって、でその時にね実際ね本当にね、まあ酒井なんか知らないだろうけど、その三茶のお店の横に購買部っていうのを作って、うん、ああ1回だけ行ったことありますよ、ある、うん、でその購買部の奥はシステムキッチンみたいなね、そうなんですね、そんな風にしてたの、まあ、それほどのものじゃないけど、うん、でもそこだけで働くおばさんも雇ってたのよ。でそのおばさん何してたかっていうと、全店分のハンバーグ作ってた。ああなるほど、セントラルキッチンですか？セントラルキッチンでしょ。、うん、だからもうそのハンバーグもこんな大きなボウルにひき肉を10キロとか発注して、もう玉ねぎももうこんな山を全部みじん切りにしたのこんなこねて、まあ1週間分のハンバーグを全部冷凍終わりましたみたいなことやってたのよ。で実際その当時はね売り上げがね確かにねすごい上がった時もあったよ。もうだってハンバーグ待ちみたいな。なるほどね。うん、あの当時はハンバーグもやってたしね、煮込みもやってたしね、マメレットもやってたしね、マメレットは結構前からやってましたよね。そう、うん、もうねとにかくいろいろやってたので、そしたら確かに人は来る、うん、だからあみんなその空間なんかにお金を払うよりその食堂、うん、あくまで食堂で、うん、まあたまにその食堂でありながら空間としてもうん、いいよねっていうようなものがいいんだなと思って、うん、ああそうか、俺はついにそっちの方に手を染めてしまったかっていうね、うんうん、気持ちがあったんだ。ところがなんでそれをやめたかっていうと、ある時また俺がね、はい、極端でパッてもうダメ、こんなことをするために俺たちやってんじゃないってやめたんだけど、はいはいはい、一番の原因はそのまあ単純にスタッフがもうてんてこまになっちゃった、うんうんうん、とにかくもうすぐ出せる、すぐ冷めずに出すみたいなことが主たる目的になるから、はいはい、いるスタッフが、まあ、手の動かせるような人たちしか残らない、はいはい、ところがその手の動かせるスタッフっていうのは一つはまあ技術職みたいなもんだから、うんうんうん、どこどこの店で何々をやってたみたいな人たちをしか務まらないわけよね、うんうん、はいはい、そうするとねその人たちが強くなってくるから、そうするとねホールなんて、なるほど、うん、もう、はいはい、ホールなんてやつらは何もしてねえんだと、うんうん、あいつらは俺らが作ったものを運ぶやつだと、うんうん、でお客さんが食べたものを下げるやつだっていう、はい、暗黙のね、うん、なんか縄張りみたいなのができて、なるほど、それレストランじゃよくあるやつですけど、うん、だそれあったの、それがカフェにね、うんうん、でまあもちろんその料理の方もまあそれの元々の走りはその豆彦飯店っていうところで料理をやり始めたっていうことがまあ先にあるんだけど、うんうん、そうか、こんなに食べ物をやるっていうのはそのまあ儲かるっていうか売れるんだなと、うん、儲かりはしなかったよ実際出てった、はい、入ってくるけど出てくるのもでかいから、はいはい、だけどまあそうなんだなと思ってやってたんだけど、まあやっぱり人っていうものがそういう意味で言うとなんか俺のやりたいことじゃないっていうのもあるし、うん、そのもう切りないんだよ、うん、そういうのって、まあそうですね、うん、本当に次から次へとってなってお客さんの要求に応える、ご飯なんかも出してたってもう炊きたてのご飯をどうやって、はい、出すかって言ったってもうご飯がまず無理ね、うん、ご飯がね炊けないんだよ、炊いたそばからもうなくなってっちゃいましたって言ったら追っかけなきゃいけないとかって言うと、うん、もうご飯が一人つきっきりにならなきゃいけないとか、うん、でそれができないからみんな今さお米炊きロボットになってるでしょ、うんうん、そうですね、米炊きロボット、うん、だからね結局全部自動化してロボットとか導入するって形じゃないと無理なんだなと思って、うんうん、こ
これは難しいなと思ってね、結果やめたけど、そのどうなのかね、うちなんかもそういう意味で言うと、まあ今後そっちの方に舵切るってことはないけど、やっぱり来るお客さんはレモンケーキないんですか、うん、ね、フルーツサンドないんですか、はい、っていう食べ物で来てるから、なんか豆彦さんって井川さんがやってる店だから私ついつい行っちゃいますよねなんてことはさ、まずない、まずっていうか、うん、100% ない、うん、まあそうですね、まあ、時代に合ってきちゃったっていうのもあるんでしょうね。だからレモンケーキとか、うん、インスタとか、うん、そういうのとこう、ね、親和性が高いし、うん、あと最近ね、下校のミックスっていうのが流行ってて、うん、飲まない人たちの経済圏っていうのがすごい あるっていうことに着目して、要は、うん、飲まない人をこう、うん、飲食業界ほったらかしにしてたっていう、うんうんうん、だそこにめちゃくちゃこう、うん、豆彦はなんか多分食べ物とか出すと相当な受け皿になるのが、うん、多分そういうのが端々に出てたんだと思うんですよ、うんうん、で、そのマメレットとかは多分前からやってたし、うん、ああいうのはその爆発しないと思うんですよ、うんうん、でもハンバーグとかめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか、うん、多分生姜焼きとか、うんうん、なんか喫茶店にありそうなメニューやナポリタンとかやれば、うんうん、多分死ぬほど来るんだろうなみたいなのは、うんうん、なんかイメージとして豆彦の、うんうん、まあ、イメージとしてはありますけどね。そうね。で、うん、だからそれをまあ、ね、やりたいことじゃない、だからやるそのスタッフの問題がなければこううまくやる方法みたいなのあったのかもしれないですけど、うんうん、その、うん、いわゆる喫茶店みたいな要素もあるじゃないですか、うん、豆彦に、うんうん、だからあ豆彦の出す、うん、ちょっとハンバーグまで行くと分かんない微妙ですけど、うん、まあ、豆彦の出すナポリタンとかは、うんうん、みんなちょっと興味あったりとかすると思うんですよ、うんうんうん、あどんなん出すんだろうとか、あこういう感じになるんだみたいなのはあるとは思うんですけど、まあ、確かにそうじゃない部分もあるから、うん、豆彦って、うん、なんか中国茶も出したりするじゃないですか、うんうん、それってなんか古い喫茶店にないようなことだったりするんで、うん、まあちょっと違うのかなっていう部分もあるけど、出したらそれは来るよねっていうのは分かりますっていう感じ、うん、そうね、うん、だからそういう風に、でもまあでも結局はまあ空間っていうよりもうちょっと違うね、なんかこう人と人とが出会うきっかけとか、うん、まあその見えない豆彦が街のフィルターになるっていうのかな、うん、それが弁当だったっていうのは面白いですね、うん、そうだから、ただねやっぱり弁当について当たり前だけどさ、社長直轄の部門じゃない。まあそうですね。それは、うん。まあこれがね、毎日50日注文あったらちょっと変わってくるのかもしれない。変わってきてあれだけど、だから直接俺とやるから、はい、俺もほらおしゃべりだから、はい、もうこれはこういうことなんで、こういうふうにしてこういうふうにして作って、こうやって食べてっていうプレゼンテーションが入っちゃうから。はいはい、でこのプレゼンテーションが入るっていうことが多分みんなにとって、ああなるほどこういうことなんだなっていうことは理解しやすい。うんうんうん、ただスタッフっていうフィルターを通すと、まあ、いくら教育してるとかどうとか言ったって、やっぱりその思いのこととはちょっと違うものがね、うんうんうん、届いちゃうっていうことがあるので、うん、そういう意味で言うとやっぱりそのまあカフェとしての通常のスタンダードでやってるっていう営業と、うん、まあ、僕は直接そのね、いくら吉野でやってもさ、うんうん、吉野はもちろんもっと俺直結の社長直結の部門だけど、うん、なんかもっとまあカフェらしい、うん、っていう意味で言ったら、まあ、僕はいちいち手で入れたコーヒーを飲ませるっていうのことでもいいのかもしれないけど、うんうん、なんかこうお店にの近いところでこういうことをわちゃわちゃやってるっていうことはなんかお客さんにとっ
ってもそうだしスタッフにとっても、うん、なんかこう刺激になるっていうか、はい、何か違った視点になるっていうことはあるかもしれないね、うんうん、なんか意外な、なんか僕はこれお弁当今日テーマにしようと思ったのは、うん、まあ最初にねアラミニュートの話をしたから、うん、あやっぱりと思ったんですけど、うん、ただやっぱりのちょっとやっぱりがちょっと逆だったんですけど、うん、なんか全然違うことやってるじゃないですか、うんうん、だからそのお弁当には、うん、んお弁当というかテイクアウトにはテイクアウト用のことをやるっていうのが、うん、まあまあさすがだなと思ったんですよ、うんうんうん、まあ、普通のほとんどの店は今やってるものを外に出せる、そのまま出すか出せる形にちょっとするか、まあ、近いものでやるじゃないですか。だからそれはだからもうそのなんていうか違うっていうか、うん、だからそのお店で食べて美味しいものは持ち帰ったらもうそれは美味しくないものだし、だからそのお弁当で出して美味しいものっていうのはそもそもお店でその形で出せない形として、まあいつ食べるか分かんないじゃないですか。5時間後かもしれないし、そのね、2時間後かもしれないし、うん、だからまあ冷めても美味しいというか冷めて美味しいようにまあ作るとか、うん、まあ、そういうものだと思うんですよ、うん、だからじゃあお弁当始めましたという時にゼロベースで、うん、まあ、しかも、ね、お弁当っていう名前とか、うん、お弁当っていう名前でじゃあ豆彦が何するかと思えば本当にお弁当出すみたいなね、うん、いやだからさすがだなと思って、うんうん、で思い出したのが、うん、旭子、はいはいはい、あれご飯とね、そう味噌汁と、うんうん、まさかのね、うん、まさかの、うん、あそうなるのかと思って、うん、まあ、しかもね近くの味噌を使ってね、うんうん、そうね、うんうん、あそういうことねって豆彦が朝ごはんやるって言ったら、うん、朝ごはん店の中にあるものをなんかちょっと変えてね、うん、朝マックじゃないけど、うんうん、なんかマンズをマフィンに変えましたみたいなね、うんうんうん、そういう話じゃなくて、うんうんうん、朝にも出せるようなものを出すんじゃなくて、うんうん、あそこまで変えるんだと思ってね、あもう箸、うん、箸どうしてね、箸をどうしようってやってた、うん、そういえば、うん、で茶碗とお椀で、うんうん、で味噌汁だけはマグカップにしようとかね、うんうん、やってましたよ、そういえば、うん、いやそう来るんだと思って、うん、それお弁当見た時に旭子のこと思いましたね。あの時と一緒だと思って、うんうんうん、あそう朝食豆彦で朝食やりますよって言ったらこうなるんかみたいなのが、うん、お弁当やりますよって言ったらこうなるんかみたいなのがね、うん、すごい感じて、でまあ、それが、うん、きっかけがあのアイスクリームの時のね話だったっていう。そうだからね、うん、なんかそのまあまあこのコロナのこともそうだし、まあ、常に、うん、そうなんだけど、うん、やっぱり 理想があるわけね、うん、僕からすればこういうふうにまあまあ、メッセージとまだ言わないけど、まあ、こういうふうにこの渋谷の街でこういうちょうどでこういうお店をやってればさ、うん、あれこれってこういうような店なんじゃないかなって思ってくれる人はもっとたくさんいると思って、実際いるのかもしれないけど、まあ、そのレスポンスがないから何ともわからないけど、はい、ただレスポンスっていうことがその何再来店っていうことがレスポンスだとすれば、渋谷のお店で本当にまあこの辺が再開発になったからね、うん、その時には本当に再来店も何も全然来ないから、うんうんうん、そういう意味ではなんか自分たちがいくら投げても全然金返ってこないっていう虚しさっていうか、でそれはいやそれはそのこの辺がその再開発になってからなってるから返ってこないものなのか、はいはい、やっぱり自分たちの力及ばずなのか、うんうん、まあ、力及ばずだけど自分たちの時代が自分たちのやりたいことと時代がずれちゃってるからもう仕方ないと思うことなのか、うん、はい、分からないけれど、
やっぱり僕はこう思ってるんだよね、こういうのっておかしいと思うから変だよっていう、いうふうに思っていろいろ提案してきてるから、うんうんうん、まあ朝の売り上げが立たないから、じゃあちょっとマフィンにしてオペレーション一つ減らしてやったらどうかっていうビジネスの発想じゃないからね、はい、うん、だからそれがまあ結果的にはその古く残るスタッフも含めて、はい、ロックンローラーしか残らないっていうのがあるわけよ。なるほどね。結局はビジネスマンが残るわけじゃないから、はいはい、何やるじゃんやるじゃんみたいなやるね、そう来る OK じゃあそうするからっていうような、みんななんかこう口数少ないスタッフだけど、そういうロック魂っていうのあるんだよね、はいはい、なるほど。その箸一つ取っても普通の割り箸、はい、えまさかイカちゃん普通の割り箸出さないよねっていう、それはもうちゃんと箸カツっていうところの箸をこうしてね、はい、こうこうこうだ OKOK それだったら理解できるよ割り箸でもっていう、まさかお手元やらないよねっていうね、うん、だからそういう小さいことの積み重ねが、例えばお弁当箱一つ取っても一個ずつ特注で作ってる杉の皮でやってるやつを使ってるとか、ね、そんなにすんの、じゃあちょっともうちょっと安いのでいいよとかっていろんなことあるんだけど、なんか普通まさか朝ごはんだからって言ってトーストにゆで卵とかそんなことでお茶濁そうとしてるわけじゃないよねっていう、これはもう僕がっていうかスタッフがそれをもう許さないっていうのがね、うん、まさか普通で来ないよねっていうなるほど、あ、もうそういうスタッフ、うん、そういうスタッフ、じゃあお前アイデア出せよって思うんだけど、それはみんな、まあいつもね、その人は知らないよ、そのなんは分かんないけど、まさか普通ってことじゃないよね。で、じゃあちょっと気をてらったことをね、じゃあやるっていうと、いやそれはまさか気をてらうってことでここは逃げようとしてないよねっていう、だからねこのスタッフに、まあそれは私たちが毎朝行くに値することだねって、うん、お店だという自負を持つような店じゃないと私たちはそんなに力入れないよっていう、その辺のね貸し借りがあるんだよ。なるほど、うん、面白い店って、はいはい、その代わりそういう風にやるって言ったらこの子たちは一日も休まず、うん、いや重たい荷物でも運ぶし、うん、朝7時ね、今7時オープンだけど、はい、7時オープンって言ったらもう5時起きの6時には店にいなきゃいけないけど、うん、まあ、7時ねオープンさせるからには、うん、からにはね、それなりのものを井川さん用意してるんでしょうねぐらいのね。だけどそれはさ、その何7時以降の営業時間を伸ばすって言っても、はい、いやどうせ来ないですから、うんうん、じゃあこのままでいいかって言ったら、え7時以降はやらないけどその前はやれるんじゃねみたいな、うんうんうん、じゃあちょっとこの際8時からやるか、中途半端だなやるんだったら7時でしょみたいなこと言うんだよね、うん、7時7時なんかやってる店ないじゃん、だからやるんじゃんみたいな、はいはい、実際来ないんだよ半額にしてるのね。そう、だけどそういう気概みたいなものを、まあ、楽しめるっていう人たちがいるっていうのはね、うん、まあなんて言うんだろう、まあそういうとこに尽きる。だからお弁当もそうで、本当にテイクアウトがこれからの生命線だからテイクアウトやろうなんていうような、うん、そういうんじゃないんだよ、はい、やるんだったらさどういうことなのよっていうのはね、すごくいつも問われてるね。なのでもう弁当を買わなくなった皆さんもまた弁当の、うん、そうね、お弁当クラブに入ってもらってこういうことやってるっていうことはね、1回か2回でもね試してやってみると面白い人は面白いかもしれないね。はい、はい。